こんにちは、ネモです。パワープロアプリやっていきます。今回ですけども、ゲストサクセスリベンジ編 IT さんとまたやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。で、今回はですね、マットルで天才確定サクセスを残していただいたようで、それをやっていきたいと思います。で、デッキこんな感じです。アーサー、サガラ、ブラックドロイド、ニジタニ、友沢、ドエと。で、持ち込みが招き猫とお守り、そして青骨出てうっって二人でなってたんですけど、モテモテでしたというところでやっていきたいと思います。よろしくお願いしま す, お願いします。やってます？いや、正直あんまやってないですね。あ、やってないですね。全力の方が楽しい。全力もやってない。全力もあんまやってないです。野手しかやってないです。あ、そうなんですね。投手が目覚めで。お、ちょちょちょ、早い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 、喋れない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 、早い早い。前回確か押してもらってセンスつかなかったので。そうですね、まあ、僕任しといてください。あ、はい。今回の覚醒全部つけてるからお願いしますよ。頼む。今回引き強すぎる。僕、いや、すごいっす。やばい、これいける。更新もあったらオクタビアください。オクタビアガチャで引いてくださいっつってガチャ引いてもらったんだよな。もう無理っすね。出なかった出なかった。もう絶対無理っす。お、しかもブラックドロイドからっていう最高のスタート。最高した。ちょっと待って待って、これ責任だいぶ重くなった。お願いしますよ。頑張ってる頑張ってる頑張ってる。まだ8月の2週8月の2週頑張ってる頑張ってるとか言って。あ、綺麗、いいですね。あ、じゃああんまりこう立ち回りとか勉強もしてるというか、研究もしてない。研究もあんましてないです。じゃあそれを話しながら落ち着いちゃったっつってすげえ上がった。で、まあ、ちょっと待ってください。まさかに、すげえ迷う。結構そのびっくりをボンボン踏んでいくのが大事で、はい、今のとかも変化に2人ブラックドロイドとかもいたんですけど、はい、それよりかは、まあ、2歳に精神にいるんだったらそっち拾ってびっくり出るのをずっと待つと、はい、いうのと、あとはスタミナキャラのびっくりが一番大事なんですね、はい、なのでそれを意識しながらっていう立ち回りになってます。わかりました。で、多分ね、僕やりながらだとあんまり解説うまくないから、ところどころ何言ってんだこいつみたいになると思うんですけどその時は言ってください。あ、わかりました。サガの評価いったわ。11。すさまじい。すさまじいくね。ブラックドロイドいいなぁ。僕も40。お、はいや。はいや。これでとりあえず一つ、懸念材料消えましたね。そうですね。敏捷もこれで足りると思います。はい、そうです。同じ気持ちだよ。11上がってるからね。もう30兆円上がってますね。うん。びっくり出ねえな。びっくりする気ねえな、こいつ。どうしよっかな。テントし、早すぎる。で、なんかこの左上に石みたいなの出てるじゃないですか、はい、これを集めるのが非常に大事で、はい、で、ここ行きたいんですけど、石が全然ないんですよ、はい、ないですか。だからなんか踏んでもどうなんだろうみたいなところがあって結構難しかったりするんですよね、はい、雫石欲しいな。貴族踏むか。で、緑の石がこのデッキ構成だと作れないんで、頑張ってこの球速とあと守備練習ですね、意識して踏んでいくのは大事かなって思います。あとは僕が選択肢間違わないようにゆっくりやりますもんね。ちょっとこれマジで責任重いんで。ゆっくり出ねえな、全然こっち来ないじゃん。うん、ゆっくりが欲しい。そんな時はずっとデートしてます。デートとあと相棒がいればそっちで遊んでるって感じですね。でも最終的に詰まるところ、そのこの施設で作れるダイナマイト、はい、でいかにこう強いタックを引けるかみたいなところあるのでまあ本当それだけといえばそれだけです。そうですね。なんでいろいろ作りたいんですけど、いろいろ作るのにもやっぱりそのびっくり出てもらって石を集めたりとか、その集めた石で物を施設を作って前に進んでいきたいんですけど、今ちょっとびっくり来ない。全然来ないですね。どうしようかな。ちょっとそろそろマジで踏んでいきたいんだけど。4バイブが2つ。精神どうかな。結構まあどうしていこうかなって感じになってます。
今だってブロックドレフ多分1回しか来てないよ、ね、で、ちょっと待ってください。これ技術精神欲しいんだよ技術精神が欲しいんだよ。どっちだったっけ、ブラックドロイド。多分お願いすると技術変化だった気がするんだけど、お願いすると技術変化だった気がするんだよ。あ、そうですね、合ってます合ってます、ちゃんと覚えました。そうですね、不安になるんで間違えるから普通にパパパパパってやって結構金徳ミスったりもするから結構人のやるときは慎重にと思って。エビルでもミスりますね。そう見せます。あ、いいっすね、ページ止めで、だいたい筋力足りたりするんで重い球とか取っちゃいますか。あ、はい、あ、そうですね、ちょっとやっても筋力余っても使いどころなくなっちゃうんで、うんうん、それよりかはやっぱ技術とかが足りなくなるんで、ポンコツ狙ったり伸びくれたりとか、その辺を狙ったりしてます。おお、サマラ優秀やん。優秀ですよ、マジで。技術だ。あ、どうしよう。下だといいやつもない。いいやつですね。あ、そうだ、もう分かってるよね、さすがに。どうしよう。どうしよう。人のだから下にしよう。人のだから下にしよう。上だと全然成功していかないですよね。いや、割とするかな、僕は。割とする方かな。うん。アーサー行きますか。で、これで2個作れる。トムさんは、まあいいか。ここは取ってく。はい。ああ、あれだな、あれだ。球速骨とかくれるとかっこいいんだけどな。でも割と昔に比べたらコツくれるようになった方かなと思います。昔も一切くれなかった、本当に。出た当初。こいつコツ持ってたかな、みたいな。いや、でも自分はそんな前から使ってないんで、うん、全然わかんないです。すごかったよ、本当に。精神生きてえな。そろそろ購買部作るか。で、これ精神いくか下がるか。精神きてえな。精神いくか一人でずっと悩んでるって結構監督評価が気づいたら足りないってことが多くて、あ、はい、まあ、今それがちょっと決め手でした。はい、ダイナマイトできない。ダイナマイト来ないですね。ちょっと待って、憲法はもらえるんだよ。ダイナマイト来ない、来てくれないことの方が多い気がします。うん、ダイナマイトゲーだからダイナマイト来ない。アーサー、あれ玉取るか。はい、スペシャル12に取れない。これが作れるの、うん、お願い。ダイナマイト作って、ダイナマイト作って。もう、サガラももう来てるんだから。お、かっこいい。おにぎり、ね、チームメイト評価。あ、上行きます。はい。まあ、得点もうまいんですけど、体力維持が一番大事なので。おお、まあまあ、強いですね。困っちゃったな。ダイナマイト欲しい。ダイナマイト欲しすぎるんだけど、びっくりと。いや、まだセクイチですから、ね、セクイチですから、ね、で、まあ、ダイナマイトが来なかった時には割とこのスルハシバンバン作っちゃって、はい、そこでなんとか経験値を埋め合わせるっていう感じの方法を取ってます。そうですね、最初から作んないですよね。作んない。最初作ると、はい、この採掘場が全然作れなくなるので、はい、僕は置いといてますね。あ、そうなんですか。結構先の方に作っちゃいました。自分も。あ、そうなんだ、はい、僕は全然作んない。びっくりした、通知だった。
どうしようかな。ポンコツも今のところはなしか。アーサーはなんか2回目走ってたね、多分。あ、そうですよ。うん。二人強さもらったもんね、多分1位になってる。逃げ玉忘れないでしょ。で、いやー、頼む。ダイナマイト作らせてくれ。ダイナマイト作らせてくれ。ダイナマイト来ないと、マジで。マジでこれ、知りきると思うな。でも大丈夫って、いけるはずだ。俺も手伝うよ。はい、そうです。シークレット。11、すさまじいな。あ、よしよしよし、びっくりしてるよ。にじったにか。ポンコツ欲しいっすね。キレ取れないな。にじっかすとんか。まあ、いくか。いくか、ほら、いこう。ポンコツ欲しいな、確かに。ポンコツか、脱三振、どっちか。ああ、まあまあ。キレじゃなきゃいいよ、キレじゃ。大丈夫よ。OK! おー、トマトは通した。今回は違いますよ。で、ここも、当然ながら通して、いやー、いかん。タイは、サガラが初めて働かなかったのか。守備でもいいけど。丸石がまだ作れないと、亀石とかも。そうですね。どうしようかな。精神とか。おい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 。びっくりせえよ、お前ら。お前らびっくりせえ。びっくりする仕事してくれ。これで。ダイナマイト作れるんだろうな。ここ星取ってきます。はい、3個来たときは大体取っちゃいますね。はい、相棒いなかったアクセサリー2つか。亀石取るかっていう話と伸び急速です狙うか。ポンコツもまだだしで、どうしよっかな。どうやってたら進めるかな。とりあえずツルハシ作る。ツルハシ作る。なんか適当に作って筋力メダル作ってこれ崩します。これ結構質問されるんですけど、なんで作って壊すんですかって質問よくされるんですよ。はい、で作って壊すと、その次のターンに消費するはずだった石を使わずに。ダイナマイトチャンスが。ただそれだけです。それだけです。初めて作ったら石鹸のもらえるそうです。ツルハシ購買のアクセサリー。アクセサリーめっちゃくんの。びっくりしてました。よかった、最低量。あ、兄さんいいんじゃないですか。これツルハシ作ってで。これ消費稼働が2ってなってるじゃないですか、はい、壊しといたら使わなくて済むと。そうですね、活気も結構下がっちゃいますね。うん、最初序盤は仕方なくて、やっぱりどんどんこう購買部を育ててって活気を上げていくと、他で採掘所作っとけばある程度最終的には高まるのでっていう感じですね。はい、キレ取りてえな。休み停止しか星3つだから。星大事なんだよな。めっちゃめちゃ相棒いないと。おお、丸石はこれでいけたの。体力あるの。節約で最大値上げましょう。はい、真ん中コツとかくれたらなんかまた選択肢選べるんだけど、真ん中の選択肢意味わかるかな。何のために存在してるのかよくわかるの。選ばんでしょ。選ばない。ああ、どうしようかな。めっちゃ迷う。緑でももう用ないんだよ、あんまり。ここは順調だぞ。ここは順調なんだけど、マジ
ジでダイナマイトくれ。本当それだけなんだよ。ダイナマイトマジくれっていう。あーどうしよっかな。結構大きいな。監督を褒めるしな。本当おーい、よこしてくれマジで。来ないっすね。来ないね、ダイナマイトね。鶴橋作っていくしかないゲームになってきた。スタミナ。そうだね。びっくりはしてないと。しずく石いっぱい取れますね。レレレレレレ。どうするかな。鶴橋作っかな。ダイナマイトできないからツルハシ作りましょう。はい、でこれはいい。2個作ったらいけないかな。これレベルアップしたいしな。1個作ってさよならしよう。全部でまあ、サクラ技術欲しいかな、サクラ。お願いします、お願いします。そろそろダイナマイトください。ラブパワーありがたし。技術絶対足んないんだ。これで敏捷足んなかったら後で怒ってください。おにぎりか。来ないっすね。運だからね。運ゲーっすね。うん、運があるんだかないんだか。小吉精神でもいいな。アクセサリー鶴橋レベルアップします。割とびっくり来ねえな。びっくりとるな。サガラ。正直、まだびっくりが4周ぐらいしかしてないんで、もうちょっと欲しいっす。コツ的にも。グヤ、お。ああ、まあまあまあいいでしょう。コントロール上げてないから。ありがとう。テンポ。よしよしよし。虹いた。おい、あんま掘りたくないんですよ。正直ダイナマイトで掘りたいんで。これでも掘るしかないな。いやー掘りてえなー。虹谷掘りてえなー。急速結構掘ってるんだよな。もう少量だもんな。最大値狙うんならば虹谷の方行くんですよね。筋力作ってさよなら。いやー最大値とか言ってる場合じゃないのよ。うん、婚活終わりました。いいじゃん。おにぎりしか来ない。おにぎりしか来ない。全然来ないですね。来ない。してくんないな。ここで、いやアクセサリーか。アクセサリーか。石使いたくねえ。だめだ、今見事だ。見事だ。今見事だ。今取っちゃいけない。多分セクニーのポイント的にはそんな悪くないと思うんですよ。はい、ツルハシで掘りまくってます。ただダイナマイト来ないとなかなか爆発するような感じには。くそー、変化あげてないからね。運がいいんだか悪いんだか。おで、ひとまず購買部はマックスにできました。
これ精神持ってかれてもいいな別に。特に問題ねえ。まあ星が。欲しいなぁ、しんどいなぁ。デートしましょう。はい。星があと、あと10個ぐらい欲しい。10個ぐらい欲しい。まあ、なるほどね。まあ、センスついたからね。はい。いいっすね。まあまあ、それなりです、それなり。それなりから爆発したいんだけど。ダイナマイトどこだ。いや、ここは、ここはちょっと冒険できない。人のだから。人のだから。闘魂でもいいかなと思った。お、星が来ている。まあ、強いんですよね、だから、鶴橋でね。星が来てますね。どうすっかな。立てちゃうか。もう勝負するか。で、活気も、ここでマックスにしておきましょう。はい。鶴橋で掘るしかないんですよ、この場合。鶴橋活気ゲーム。頼む、そろそろいいんじゃない？ダイナマイトしてくれて。くっそ、くっそ。作っていかないとでも生まれないからな。強いっすけどね。ドロイド。ドロイド先輩のコツか、キレ落として。あと緩急とか。チャイルドボールを置いた。これで大丈夫だが、何か作って落としていかないとやばいな。いや技術メダル2つか。2つも作れるのか。アダモン今2個作ったから2個は来るはずだな。サガラは働くな。働きます、うん、めっちゃ働く。はい、おお来た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 。今何崩そうってなってる。枠が今何ですか。枠が枠がね、つらしいです。厳しいかな。多分スラッシュいると思う。ちょっと待って購買部潰したらやばいことになるからね。活気がいいな。はい、スラッシュ来たな。すげえ。スラッシュパワーがすごいんだよ。そう、オクタビアいないからスタミナ気にしなくていいんだよな。そんなに。そうっす。それはありがたい。本当に不幸中の幸い。不幸すぎます。不幸すぎます。ちょっと待って待って待って。ダイナマイト作んなきゃ。100年ぐらいしました。やばい。100年ぐらいして SR 出てないです。やばい、ね。でガチャ券も全部売ったで。これ潰すしかないか。ちょっと待って。うん、そうだな。鶴橋潰さないんだったらこれ潰すしかない。よし、行こう。で、3、なるほど。今、なかなか辛いってことだけだから。じゃ、ここ潰したらやばいんじゃないかな。少量、少量だもんな。スタミナはいっていいな。うん、スタミナ。いや、待って、スタミナいったら、いや、でも、枯渇も考えなきゃいけない。うわーってなるんだよね。もう難しいですね、マジで。うわーってなるんだよね。全くは危ないから、まず、そうそう。よしよし、これは大丈夫でしょ。ナイス。まあ、スタンド。潤沢ですね。スタミナです、ね。よしよしよし、いい感じだよ。やっぱ技術だな。
ミスメモで全部吐き出したから、ね、だからうーんってなってたんだよね、さっきも。どうしようみたいな。ダイナマイトを引き出すには仕方なかったんだけどみたいな。いや、あれでダイナマイト出なかったの、うん、やばい、かなり悲しいことになる。でもその場合は技術メダル一応レベル2置いとけたんで、はい、まあそれはそれでなんとかはなったと思います。結構でもこれが結局同栄がいて相当強いっていうのがあるの、はい、技術入るみたいな。ああでもそうか、ラブパワー終わってんのか、まあいいか、さらに。あとは星が来た時に休みたい。星来い、星来い、そしてびっくり、とりあえずください。同栄がなかなかって言ったら来るか。お、まあまあ強い、まあまあ強い、まあ、強い、うん、びっくりはありますけど。いやまあこっちや、そうですね、どう考えてもこっちや。大丈夫、よし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 、まずは1回入った。計測なくなっちゃいそうだな。すぐ枯渇するわ、そこまだ少量、まだまだ、ブラックドロイドで精神が取れると強いんだよ、強い、ツルハシ強いんだよ。歓喜をもらった、僕もしかして。あ、もらいました。そうそう、スタミナいい感じやな。もう明らかにもう言う前から、ほらこれ見るとさ、闇を入れてたらさ、もう技術なゼロだからね。もともとあのタックルなんとかって感じだから。そうやな、これあげるかな。角田だよね。そうです。よしよし、ミスれないですね。お、素晴らしいですね。強いですね、マジで。大変でよしよし、これはそこそこハマってくれてるぞ。600か。いじったね。切れ取って脱三振もこれでいけると。はい。お、いい感じじゃないですか。結構後半、うん、いけてるけど、いきますね、いい感じ、いい感じ。これ友沢いたらな、技術もう余裕やんってなったんだけど、友沢なんだよな。ただ今星がもらえてないので、はい、そこだけちょっと不安だなと。そうそう、最後の貯蔵庫作れないんで。どんどん吸われていく技術。で、球速150、精神余裕やな。そうだから、その闘魂生きてえな、闘魂生きてえなってこれなんだよ。ブラックドロイド強すぎて。そうなんだよな、ね、精神も今のところ貯蔵庫作ったら600点もらえる計算なんで。そうそう、余裕ですね、余裕。かたや精密機械だな。技術すらすぎる。そうそう、ここで星さん来ないか。掘って良さそうだ、ね、強いな。変化球少量か。ですね、遊んで星くれたら速攻遊ぶんだけどな、ここ。50とかになってるね、丸石すごい。めっちゃありますよ、うん。ガメダルですよ。おにぎり候補、おにぎりにしようかな。タイ欲しいしな。50、50、大丈夫だよ、丸石足りてるよ。なんかいろんな考え方がやっぱあるんですよね、はい。これ今おにぎり作っといて体力回復のベースを作っときたいっていうのと、結局この丸石を制動し続けたら一番最後に変化球ポイントいっぱいくれるんで。そうですね、とかなんかいろいろ考えちゃうんですよね。端っこでフォアサガラで練習喫茶店スープ、よし41。あ、よかった、縛りよかった、縛りが取れました、よかった、これは本当によかった。いいしょ、お前にしょ、
ありがとうございます、うん、これで絶対足りるよ。お、3回目ドカン。いい感じだけどな、どうしよう。これこっちっときてえな。いや、僕の持論なんですけど、はい、変化球77ぐらいでいいんじゃねっていう持論があってそう、めちゃめちゃ強いデッキを組んでたら、はい、当然3球種めっちゃ伸ばしていきたいんですけど、はい、そうじゃないときって割ともう77いけたらいいんじゃないみたいなとこあります。今技術圧倒的に足りないし、ね、コントロール絶対枯渇しますからね。そしてこれ、そうですね、枯渇しますよね。コントロールこうで変幻生物もう死んじゃいそうだもんな。技術なさすぎて足りないですもんね、マジで。枯渇も結構いけるんじゃないかな。だってこれでクロスキャラもそうです。重すぎる。モイモスライダー行くとか言っていやいやいや、いいですよ。ここまで負けてる。かなりナイス。行きましょう。星が来ました。星が強いんだよな。引かれるんだよな。クソ強いよね。ダブルタックだからね。でもここはここはほんと星でいいと思う。そうそう、休みます。星でいいと足りないですもん。星2個取って次3個って出てきて、3個来たら完璧だね。2個でも OK。 あと鶴橋もいらない。まだいるな。スタミナそうか、2人積んでるから結構大変なんだ。そう、 OK。 そうだな、鶴橋こっちに変えましょう。はい、黄色が足りなくなってきたな。あともう亀石はどうせ超動向作れないので、はい、大丈夫、これは間違いない。いい判断、いい判断、とてもいい判断。おー、いいねー。いいっすね、いいっすねー。強い。いや、精神いらんです。いらんですね、もう絶対こっちは余りますね。あと600ですかね、超動向。鶴橋どうしよっかな。もう全く稼働しなくなりそうだ。亀石も取れないの。探しレベルアップないか。ないね。ナイス。ない。ナイス。ナイス。ナイス。オッケー。変化球枯渇した。枯渇しました。もうダイナマイトいらないかもな。と、急速とスタミナだもん。結構出てますね。めっちゃ出てますね。やっぱ技術がしんどいな。バトンのタックが、あとここですね、同栄が何とかしてくれないとっていう感じは、はい、技術メダル欲しいけどこれね引かれるよね。めっちゃ強いですね、うん、でもそんな筋力もいらない気がするんですけど、まあそうだね、そんなにいらないかも。確かにそれは言えてる。技術がすごい入るよねっていう、それだけの。そうですね、逆に技術メダル欲しい。そう、めっちゃ悩ましい。技術メダル欲しいなーっていう。このダイナマイトが発動するかどうか怪しいんだよ。発動したとしても枯渇しちゃってんで難しいですね。スタミナとここだけになるから、これ行くか。行っていい、ね、行こうか。はい、行きましょう。後悔しない。どっちでもいいと思ってるよ。どっちでもいいと思ってる。ただまあ別にこれくらいだったら言っていいんじゃないって思うが強いしね。はい、まあ、するの OK。 勢いよ、素晴らしい。技術メダル欲しいな、ここから。それか友沢が頑張ってくださいって感じ。どうへ行きましょうか。違うんだ。ダイナマイトやっぱ厳しそうやな。そして152、101、ちょっとあげる。同栄のコツ全部終わってそうだな。これなんか精神でも良くない？
強いですね、選手も。うん、選手もいい気がする。次練習できないし。技術くれ。技術がマジで友沢と虹谷と同栄が変化に集まるし。あ、まあまあいいんじゃないですか。そこそこ強い。先発っぽくする？ B まで上げちゃう。コノ。いやー、余ったら行きましょう。あ、余ったら行く。はい。で、そろそろマジで星が来ないと死んじゃうぞ。精神が絶対余る。技術目なのです。あ、もうこの枯渇を考えなくていい感じ、最高やな。あれ玉取ってるな。回復しましょう。はい、真ん中行くとあれ玉もらえます。枯渇してるからもうダイナマイト、こっちの方が強いっていう。ダイナマイト来ない。もう来ないですね。だから無理だね、これ外そう。持ってるだけもったいない。それ貯蔵庫っていつ作るんですか。6月の2週に大体作ってます、僕は。ただもう作っていいタイミングで。軽いし。で、活気を上げて、周囲を見ましょうか。はい。ありがとう。ちょっとしたポイント。あと、緑も技術になって。購買か。で、びっくり、どうか。これワンチャン筋力取れるわ。不足してるけど。ワンチャン筋力取っていいかも。ちょっと待って待って、頭の中ですごい必死に計算してる。作っていいのかな。ここもいらんし、つらし。行こうか。はい、で、どうへ踏みます。6月2週に作るんですよね。スタミナ4、うまいわ。すげえ仕事するやん。すげえ仕事するやん。4回目ぐらいですか。結構来てる。なるほどね。51、欲しいな。もう絶対絶対いらないんだよ、罠なんだよ。ここは罠、ここは罠、絶対。これは断言でいい。いや、これ。いや、技術だな。技術ですね。これ、攻撃って。70ですね。宝石。ちょっと待って。いや、絶対精神ポイントいらんよ。精神なんでいるんだろう、テレビは。まずここは1個作ってよくて、はい、星型全部作れるの。下ろすかな。3、6ターンで18、18、36、足んねえな。足んねえからちょっと置いとけばいい。ちょっと置いとけばいい。大丈夫だよな。ちょっと待ってください。見せれないよ、人の中。まだ作んなくていい。5で34だろ ?18×34。うん、まあ1ターン置いとく。1ターン置いとけばいい。ここ踏めば一発で解決するけど。大丈夫よ、いける。そしてここは攻めます。はい。いける。一回踏めばいいだけ、スタン。おー、ありがてえ。体力回復。星がねえな、やべえ。罠だな。めっちゃ罠だな。結構強いですね。いや、強い。本当に強い。本当に強いけど、精神も絶対捨てポイントな。もういらないですよ。溢れます、ね。精神絶対に。
ただいて、あーどうしようかな、精神ポイントいるか、いらない、いやもらえるポイントは最大化したいんだよなただ精神絶対いらない、精神がもういっぱいですね、いらない、絶対いらない、 100% いらない、ここちょっと入れ替えよう、わかりました、筋肉に落ち着いて、落ち着いて、僕技術メダルをもう作った方がいいかも、作ろう、あ亀石頼む、いい、頼むですね、亀石が頼むか、なるほど、あそう、ここでそうか、精神どっかで踏みたいですね、下から安定は精神、いや安定はスタミナなのか、スタミナ、スタミナ行こうか、スタミナ行きますよ、ちょっと待って一人で聞いちゃった返しそうか、足んないのか、これもらっでも2個作れるか、怪しいな、そうか、ここに座れていくのか、あーまあどうしようかな、考えろ、今2個入ってくる、いや、うん、やっぱないな、いや、どうしよう、強えなどっちがいい、どっちがいい、どっち、もう好み、好み、好み、いやー好み、もう好みで、経験点のバランスとか考えるとマジでもういらないですもんね、精神が、ただあのスタミナ上げるんだったら筋力欲しい、あそうですね、それはある、いやーでこっちは踏むじゃん、はい、技術メダルが、そう作れるか分かんないただ作れたらバランスめっちゃ良くなる、そうですね、っていうかけますか、こっち行く、はい、OK、そろそろ星来て、本当に強ー、強っ、強いね、めっちゃ強いですね、心臓強いね、精神分でやっても大丈夫な気がするんですよ、筋力、筋力捨てるもん、これ思い切って、あれですね、紙石が足らんすぎて、うん、これどうせ6にはならないっていうのと技術メダル作りたくない、作りましょう、ちょっと待って、ちょっと待って、落ち着かして僕のこと、これ強いな、これ踏むよね、さすがに、はい、オッケー、じゃあちょっと待って、これ崩して石を作る、で技術メダルを次から作るという話と、スタミナか、投資と見ますか、投資とど根性ね、はい、ただ根性コツくるかもしれないんで置いときます、わかりました、もうイベント終わってるかわかんないけど根性のコツ10はうますぎるわ、はい、ということで続きやっていきましょう、な間空くと僕わけわかんなくなるんでスタミナ強いんだけどっていう話と、どうしよっかな、次休む可能性あるからな、はい、変化来ても大した、いやスタミナだな、ねこれは取る、これも取る、この辺取る、そうか、ちょっと待ってよ、大事なもん忘れるとこだった、技術メダルを作ろう危ないです、技術メダルを作ろう、危ない、いやー悩ましいな、スタミナあったらまたどっちがいい人任せ人任せ、結局あれ脱三振コツ取ったんですよ、脱三振ある、脱三振ある、脱三振あるはず、
あるある、ちゃんとありますよ。まあラブパワーしてるから別にこっちでもいいと思う。はい。でなんかいや俺は絶対変化めちゃめちゃ弾けるわっていう感じだったらこっちでもいいと思う。どっちでもいい、どっちでもいい。いやー難しいっすマジで本当に。どっちがいい？いやお任せします。ああじゃあどうしようかな。いや球速上げてんだけどな。いやー絶対いらんわ。絶対スタミナ後で踏めるわって言ってた。いやほんと星切ってくんないからな。それだけです。9回でいい。これ責任重すぎる。責任重すぎる。これ絶対更新できるな。いやマジか、筋トク欲しいんだけどな。星が来れば勝てる。星が2個来ればもうそれで勝ち。やっぱあのね、なんか作って壊してが良かったな。マジで技術メダル2個犠牲にした甲斐あった。やれなかったら変化来なかったのか。そうそう、いやそこそこ強いような気がする。自信なかった。オクタビアいないからどうなんだろう的な感じもある。マジでもう闇ガチャする。強そうに見えるけどね。スタミナも S いってるし。今85ですもんね。S いける。だってこれで今 S 持ってるじゃないですか。だって筋力と精神めっちゃ余るじゃないですか。そうですね。スタミナ維持したらいきなり筋力 1.5 個分ぐらいです。意味わからない。もう強すぎます、ね。星星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 。はい。ああ。星消えた。ここを上げて。でそうですね。変化メダルおにぎり。変化メダル1か。おにぎり作るか。ああスタミナ良かったですね。ちゃんと来たわ。しかも技術メダル、技術メダル好き。これはうまい。いいですね。そこは。いや星欲しかったな。おしゃれ何か言うんだろう。来ねえわ星マジで。そうっすね。また技術メダル。惜しかったな、マジでこれ本当にもったいねえな。アーサー急速骨今更か。スタミナが今92。いや星さえ来てればマジ強かったな。あ100いきました。100いきました。そうだってこれでもう余りまくってて1ポコって上げたら 1.5 個。いやもう強すぎる。オクタビア欲しい。オクタビアいるね。だってこれどこに振ろうってなってるのも技術ないから。そうそう、クロキャトルか。金縛りどう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 。なるほどね。怪我しにくさと一発逆転の未来しかない。今のいよいよ最終回を責任重いやつ。トップ負けてる。トリスタ第9投げました。1球目ストレート空振り、まあ、少し迷ったか。第2球投げました。インコース引っ張った。クリーンヒット。トリスタンヒットを放ちた。だランナーが3塁に進んだらいい。そうそうそう。第9次の全員打ちるで大丈夫でしょ。 OK、 第2球ストレートはボール、アウトコース低め。さすがに9回1点差で自走差できて負けるやつなんていないっすわっつって、僕突然多分渡すから多分責任持てませんっす。ピッチングが運だからいいけど。
半分くらい。直球ストライク、アウトローへ。ピンの球種がもう、鬼畜な変化球だったから。ああ、使えばめっちゃ投げてるけど、終わりますね。いや、でも、エクスカリバーいないんで。ああ、そうだ、アーサー来た。フランスソリッドですね。第3球を外角低め、空振り三振。最後は渾身のストレート。さあ、9回の裏、1点を追いかけます。マントル攻撃に入ります。先頭バッターは今思いますね。上位打線につなげたい。投げた。捨て切らないです。あ、やばい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 、やばい、調子乗んな、調子乗んな、やばい、調子乗んな、やばい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 、からライトに入っています。ガチでやばいです。初球を取ってセンター前に出る。センター前に波動枝は次大丈夫です。自分じゃなかった。第9球また手出しそうな。第2球、あーよかった。そうそう、ピッチャーだもん、やばいと思った。ピッチャーだもん、やばい。星は来なかったか、残念ながら。で、精神やっぱめっちゃ余る。ただピンチとか取っていくとまたそれはそれで吸われていくんだよ。いや悔しいっすね。調子上がりは取れなかった。欲しいでしょ。このポイントあまりさ、超尻上がりを取るためのポイントみたいな感じでしょ。もう振るとこマジでないですもんね。おお、うまっ。おお、80。これありがたい。技術メダルだから気を上げてもいいんじゃないかな。臨床、うん、いいね。普通に踏みます。はい、よしよし、できることはしたんじゃないかな。あ、そうか。亀石はなかったからゼロなのか。スタミナがキラキラしていますが、あまり意味はない。もう、いいですか。いらないです。うん。わかんないか。どうすっかなぁ。ほんとに。160キロ行きたいけど行けねえな。技術がちょっと足りないしまう。カラカラになっちゃうんですか。まあ、バット封じはちょっといるな。違います。この辺はいるな。強そうに見えるけどな。金徳1カフェか。いや、取るなら取りたかったです。最後4球回に入ります。トップバッターは、そうそう。しょうがない。初球空振り。投球を安定させるには相棒かなって感じになっちゃいますけどね。見なかったらマジで運命ですよね。外角低め1回見逃し三振。外角低め。だからなんかそのなんでしたっけ、アーサーとブラックドロイドがダブルタックした時に休む星さんどうすっかなどうすっかなって結局釣られてこうなるんですよね。そうですね。あの時休めば早めに取るべき。アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー周囲。あれで経験点が80オールの金属位置変わりますからね。だいぶ違う、だいぶ違う。スタミナ今上げるときです。余裕です。ブラックドロイド7とか多分上げてくれたと思います。余裕です。左バッターボクサー7番テイチ。難しいな。でも人はあのダブルタックには抗えないと思う。しかもなんか経験点すげえ入るなみたいな。ツルハジ投げました。外角低め、外れてボール。投げました。全然入る。大丈夫。このカットボール、カットボール、空振り三振。また1点差か。周囲、9回の裏、1点を追いかけます。マントル攻撃に入ります。先頭バッター初球から打ってった。ヒット。 GG とかじゃなくて、期待してこいつ偵察。第9投げました。初球打ち引っ張った。切れていきます。ファール。第2球分かんないですか。打ちました。1、2塁。ちょっとヒヤッとしてちょっと危ない。僕もヒヤッとしてあ、ゴロや。あ、大丈夫です。第9これだと防衛に任せてきました。ドメが打ってくる。送りバントが決まりました。マントル、なおもチャンスが続きます。打った、これが強烈。いった、サヨナラ。全然計算が余裕で直球する、うん、なるほど、ね、
どうしようかね。どうします？どうだね、これで練習したら次練習できない、メンタル確定なの。練習はできる、練習はできる。どうしましょうか。まあもうちょっともミスりたくなかったらメンタルでいいと思う。まあちょっと冒険しよっかなって感じだったら、まあ、ジャイルボール、まあアンパイ変化だけど 17% 好き好きだと思う。いやもうその十何パーセントが怖いですよね。じゃあ休みますか。休みましょう。メンタル、うん、いい選択だと思う。はい、マジでこれ700のボス使いどころが、マジでこれ新居中に行こうかな。この持ちは取るかな。いやそこそこ行ってると思うけどな。101にしてえなスタミナマジでオフタミナ欲しい、うん、もう本当にグラトルにスタミナ表現を作るのかもしれない。強すぎる、マジで。誰も化け物化します。誰もオフタミナ使わなくなるはない。第3球を投げた、アウトロー、空振り三振、2者連続三振。これは勝てるのさすがに。第9、いやでも本当に苦節4回目これサクセス天才。そうですね、マジでやっと更新させてあげられそうでよかった。ありがとうございます。本当になんか肩の荷が多い。2球目ストライク、1球1球に魂を込めて投げ込みます。マウンド上は中田、初球でもパフルやめろこれでギリギリとかな。 SS の手前一歩手前あと一目もやっぱやめませんっつって。ああ休んでよかったパターン。まあなんかこれ多分こっちの方がいいと思います。うん、結果36ノーリスクで入ったからよかった。さあ、703ですか。これは溢れるな。そうですね、旧対抗心があるのかよ。そう160乗るんだよそうするとちょっと技術が心配なんですよね。うん、まあいいんじゃないか、乗せといて。はい、分かんない分かんない、好きです精神全部使い切りたいだったら多分これやんない方がいいと思う。確かに使い切れない。じゃあそうする、尻上がりと対抗心と、これでとりあえず終わってね。変化球対抗心、それでやりましょう。苦悩は結構取れそうですね。だから弱いわけやな。先制のピンチです。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で大事にストレートも取りたいですね。第2球取れる大事に第3球を150キロ直球、空振り三振。いや101してえな、強いな。マント同点のピンチです。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で大コーチマント、ここは外野フライも避けたい場面です。今回は引けたと思って、もう追い込んでいます。異常なぐらい引けたこんなに引くの。インコース低め、見逃し三振。バッターはピッチャーオクタビア、怖いバッターが。これに勝ったら SR くれちゃいました。おお打たれたたのんきなこと言ってたら打たれた。バッターは6番イーノ、負けました。第1打席はフォアボール。でも大丈夫、まだ生きてる。インコース低めいっぱいストライク。第2球ストライク。それがさ、準決勝とかだったらさ、ちょっと全然笑えないけど決勝まで来てるからさ、まあ、うん、打たれない方がそれはいいけど、まあまあ許せるみたいな感じです。マント同点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で、マント、ここは外野フライを避けたい場面です。第2球振れないですね、アウトローへ。そんなコース来たら振れない。第3球をアウトロー、ストレートは外れても、次が4球目スライダー、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。右バッターボックスは3番小杉、第9球見送ってストライク。いきなり150キロ投げました。アウトコース低め、外れてボール。ギリギリだから低めしかない。第3球を内角低めいっぱいストライク。低めで1球1球に魂を込めて投げ込みます、ね、ントよし、まあ友沢も成功したしいいでしょう。全体的にはそこそこな流れだったかなと思います。
カード全く追ってない。頑張ったわ、さからよくやったわ。そうですね、ラブファンめちゃくちゃくれましたね。めちゃくれたね。1万1000か、もうちょっと出てそうな感じありましたけどね。さ、さあ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 、もう振るとこねえもん。精神終わってるな。そこないな。まあ特納ベースでいくんであれば、うん、やっぱ精神振るとこねえな。261か、振りてぇな。変化、大変化か。モビングファーストか。やっぱ精神だ。めっちゃ余りますね。うん、闘魂なんだよね。闘魂行くとちょうどいいんだよね、きっとね。前回は取ってもいい派？いや、自分はあんま取らないです。なおきです。じゃあ取ってか。したらもう、ゲームセットかな。ちょっと待って、通信部にしてみようか。あ、通信部の方が伸びますね。ピンチ取らないですか？ピンチ丸取ってない。取ってないと思います。あ、ほんと、取ってない。ほんとだ、ありがとう。なんか伸ばせる要素があるとすれば、アトロー級東大躍動外せんな。いや無理やな。最強の試合、まあもう伸ばせないな。くれくれ、スタミナくれ。まあこれでもいいか。弾道取って逆境取って、後ろないもんな、マジで。逆境送信取って、明けが取れないや。弾代打取って、ホーム突入取って、はい、はい、まあ頑張ったんじゃない。5、10、12段か、まあ、多分まあ SS は絶対いけると思う、さすがに。はい、さすがにね。ああ、よかったよかった。ということでなんとかエース更新できました、はい、ありがとうございます。大更新です。くたび開いたら3だった。余裕で乗りました。頑張っておきたびに乗ってください。星あっても乗ったかもしれない、はい。タビはマジで、まあ星あったら2は行ったね、絶対。少なくとも2は行った。あ、ここか。はい、ということでもうちょっとで SS2 ランクですね。ありがとうございます。もしかして乗ったかな、誰かに変えたら。もしかしたら乗った。さっきのやつどうや。先発だったよね、多分これかな。あ、乗んねえか、さすがに。はい、ということでなんとかリベンジ成功でした。よかったー、はい、ありがとうございます。ということでですね、まあ僕からのアドバイスは一つです。オクタビア飛行。もう見ての通り石が石が枯渇してますんで、枯渇枯渇、誰がうまいこと言えやっていうところで終わりたいと思います。今回の動画は以上となります。IT さん、ありがとうございました。ありがとうございました。また次のゲストサクセスでお会いいたしましょう。